はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録、スーパーサンクス、ディスコードへの参加などなどね、本当いろいろありがとうございます。今回はですね、グラムのミートクックが久しぶりに復刻しまして、で新アイテムも追加されましたのでですね、その新アイテムのご紹介と、あとグラムのミートクックですね、なんか伝説アイテムとか新アイテムを集めるだけのねイベントだと思っている方がいそうなので、まあ今回はですね、実は光ファイバーとか光る血液をね大量に集めることがねこの期間内だけできるということで、そのやり方をねいろいろご紹介していきたいなと思います。はい、その辺はまあ動画のね後半でお伝えしようかと思います。じゃあどんどんやっていきましょう。でまずはですね、こちら、ミートクックのですね、まあグラムのミートクックが今復刻してるんですけども、まあ9月13日までの2週間ですね、まあ、復刻してるんですが、そのイベントで手に入る新しいアイテムをやっていきましょう。でまずこちら、血まみれのラグですね。まあ、血まみれの、ね、カーペットみたいなやつ、はい、これが、新しく追加されております。で2つ目に追加されたのがこちらですね、血まみれのカーテンドア。まあドアですが、ちゃんとね開くモーションがねあって、こうレールでガーッとね開く感じのものです。はい、まあなかなか雰囲気があっていいんじゃないでしょうかね。で続いてミュータントハウンドの剥製ということで、まあ、ミュータントハウンドさんが飛びかかってきてるモーションのやつですね。はい、で、4つ目がポンティの豚のぬいぐるみということで、まあ、豚さんのね普通のぬいぐるみです。なんかツヤツヤしてるんで、豚の本物の皮じゃないかっていう感じもしますが、はい、こんな感じです。で、5つ目が、ペピーノかな、ペピーノか忘れましたら、豚のぬいぐるみが左側で、右側がですねウィルバーのマグピッグのぬいぐるみです。はい、左側の方はなんか玉をね肩掛けているので、ちょっと武装な感じのデザインですが、はい。で、あと次は、スーパーミュータントの図表とミュータントハウンドの図表ですね。はい、こんな感じです。はい。今回の動画ね、本当、まあ、いろんな方にですね、画像提供いただきまして、本当ありがとうございました。ね、ディスコードのフレンドさんたち、本当ありがとうございました。はい。で、ここからはですね、まあ、新しいアイテムのね、紹介はここまでなんですけど、ここからは新しい、アイテムじゃなくて、で、光ファイバーとかね光る血液の集め方をご紹介していこうと思います。で実はさっきからね画面にちらちら映っているんですけども、それが何かというとこちらですね、こういったもの。なんとね、このグラムのミートクックの期間中はこんな感じで光る血液とか光ファイバーの玉とか、あとはまあ銃とかですね、肉とか、まあ、肺殺菌剤とかですね、いろいろなんかフィールド上に落ちてることがあります。でここだけなんでしょうって思う方いるかもしれませんがね、実は近くにねもう少し落ちてました。これ見づらいんですけどね、この辺に光る血液とか、肺殺菌剤とか、なんか集めにくい、普段は集めにくいものがこうやってねたくさん落ちてますね。フォグクローラーの肉とか、グラスファイバーの生入りコットンファイバーとかね、はい、こんな感じでいっぱいね集められるので、ぜひねこんな感じで集めていただければねいいかなと思います。はい、こんな感じで落ちてる場所がね、じゃあどの辺なんですかって話なんですけど、大体ね、この辺りです。この辺り。この辺りに落ちてます。これ、この辺ね。ワトガの右上辺りです。で、なんでこの辺にね、この期間の間だけ落ちるかっていうと、このプライマルカッツというイベントがあるんですが、これで出現する敵がですね、まあ、死体となって、で、死体となった後、時間経過で消えていくんですけど、そのアイテムがですね、フィールド上にたくさん残るという現象が、なぜかこのプライマルカッツ中のイベントはね、ものすごく、グラムのミートクックの期間中がものすごく起きやすくなります。まあ、なのでこの辺でですね、すごい光ファイバーとか集まると。ちなみにものすごい古参の方はですね、光ファイバーなんてすぐ集まるやろうと思う方いるかもしれませんが、昔集まってたですね、光ファイバーをこのクラスト洞窟か、ここで集めるっていうやり方はだいぶ前にできなくなりましたので、現時点でですね、光ファイバーを大量に集めたい場合はもうバルクを買いまくるか、ここでねグラムのミートクック期間中に大量にまあ拾い漁るか、その2つぐらいしか現時点ではないので、その辺はねご承知おきください。はい、であとね、ここにね来る時の注意点なんですけど、これねちょっとファストトラベルしてみますけど、今ね2つ近くにまあファストトラベルポイントがあったと思うんですが、このね洗礼の地に飛んでしまうと、これ結構ですね離れたところに飛ぶんですね。こう本当はこの辺に飛びたいのに、なんかこのもしくはここに飛びたいのに、なんかこの辺に飛んじゃうんですね。で意外と遠いので、この洗礼の地から行くと。私的にはですね、三流の方に飛んでいただいて、三流の方にね、飛んでいただくとね、すごくね、いい感じの位置に飛べるんですよ。まあ、どの辺かっていうと、まあ、この辺なんですね。あんま変わらんやろうと思うかもしれませんがね、ここから飛ぶとですね、いろいろ、なんかね、
森があるのか何なのかちょっと行きづらいんで、私の場合はですね、私の場合ちょっと行きづらいんで、サンリューの方にね飛んでいただいて、その後ですね方角をイーストに合わせてください。イーストってあの東ね、東に合わせてください。でね、東にねもうまっすぐで大丈夫です。ほとんどまっすぐで大丈夫で、ちょっとずれたかなと思ったらねこういう感じで、そうするとあのプライマルカッツのあの旗のねところにほぼ直進で行きますので、こんな感じでね、あとはここに着いたらここからですね、まあ、探索をしていただくというのがいいと思います。で、落ちてる範囲は先ほども言った通りですね、まあ、大体この辺なんですけど、ちょっとですね分かりにくい方いると思うので少しだけご紹介すると、まあ、大体この辺ですね、このね森のねこの裂け目がちょっと、まあ、マップ上にはないんですけど、マップ上には裂け目とか割れ目で書いてないんですけど、この辺より北側ですね、この辺より北側の大体ですね、こういう、あ、こういうとこ、こういう、こういう、あ、これ、これ、あ、これもそうですね、こういう感じでですね、あります。で、見つけ方なんですけど、まあ、どっちかっていうとね、夜の方が見つけやすいです。なんでかっていうとですね、あの光る血液がめっちゃ光るので、あれでですね、あの見つけやすいので、ぜひね、見つけていただければいいかなと思います。あと、なんか武器とか防具とかですね、初心者さんで全然あの取れない人、はここに来ていただければですね、もう武器とか防具死ぬほど拾い放題なので、ぜひ拾ってください。はい、誰にも怒られませんのでね、絶対誰も怒んないんで大丈夫です。あ、こういうの、こういうのがね、夜だとすごい見つかりやすいんですよ。昼だとね、まあ、ちょっと見づらいんですけど、夜だとめっちゃ見やすくて、もう光ファイバーと肺殺菌剤と光る、今、2ついっちゃったかな。まあ、その辺とりあえずですね、光る血液とかいろいろ集まるんでね、レアな素材がぜひここで集めていただければね、いいかなと。思います。はい、あ、たまにねこうやって浮いてるのもあります。浮いてるやつの中にねこうやって埋まってることがあるんでね、肺殺菌剤とかぜひたくさん入手してください。光ファイバーガチでレアなんでね、ぜひこの機会に大量に集めていただけるとねいいかなと思います。で、ちなみになんですけど、ここ紹介するならね、もう一箇所紹介しろよって思う方いると思うんですが、この辺にですね、もう一箇所実は特殊なポイントがあるんですけども、ちょっと行ってみましょうか。何かっていうと、プライマルカッツの地点ってここだけじゃないんですね。全部で何箇所かあるんですけど、その中でですね、左下の方は確実に偽羊じゃない、本物羊が出るんで、まあ、伝説のアイテムが落ちてることも多いんでですね、昔は結構紹介してたんですが、あと光る肉も落ちてるか。ただですね、最近エビクションノーティスっていう伝説取り放題みたいなイベントがかなり、まあ、盛況でして、で特にね修正もされず、1回参加するだけで伝説20個とかね、そんなイベントなので、まあ、ぶっちゃけここでですねわざわざ集める理由がほとんどないので、まあ、個人的には微妙なんですが、まあ、サソリの肉が大量に欲しいとか、1個でもいいから伝説をね入手したいとか、そういう方はぜひここに来てですね、たくさん入手していただければいいかなと思います。こんな感じでめちゃくちゃあります。肉、シープスカッチの肉とかですね、多分この辺伝説なんじゃねえかな。拾ってみますけど、あ、伝説じゃないですね。伝説拾ったら音がするから、多分伝説、お、今なんか出たね、うん、あ、ドラゴンが伝説でしたね。まあ、もう伝説1個でもいいから欲しいって人はね、ここに来ていただければ、意外とですね伝説が拾えちゃったりこうやってするんで、まあ拾っていただければねいいかなと思います。あ、2つありましたね。2つあった、あ、3つあった意外とありますね。まあ、あ、これシーブスカッチ1体分じゃないですね。相当溜まってるわこれ。あれがシーブスカッチ1、2、3、4、5、6体、7体分ぐらい溜まってる。だからかこんなにあるのは伝説が。まあ、こんなにね大量にあることはちょっと稀かもしれませんけどね。まあこんな感じでね、いろいろ拾えますのでね、もう肉とか取り放題、肉取り放題、お、肉取り放題、伝説アイテムもね、まあ、少しなら取り放題ということで、今3つ拾ったのかな、多分伝説ね。ドラゴンと、剣と、ね、パワーマン。まあ、こんな感じでいくつかね、まあ、美味しい場所として存在はしているので、ぜひ来ていただければね、いいかなと思います。はい。プライマルカッツのイベント中に来るとね、敵が大量にいて、いろいろ大変なので、まあ、個人的にはプライマルカッツやってない時にね、来るのがいいかなと思います。あの辺にテントがあったり、するのもですね、おそらくプライマルカッツのイベントをしてないときに、これファストトラベルで来て、まあ、アイテムをね集めるためじゃないかなと私は思ってます。イベント中だったら別にプライマルカッツのねマーカーで来ればいいもんね。あの辺に光る血液か光る肉みたいなのも落ちてますね。はい、あとは効果あるか分かりませんが、ディスプレイでですね、アイテムフェードとかオブジェクトフェードを上げていただけると、もしかすると
表示されるね距離が増えるかもしれないんで、やってみていただけるとねいいかなと思います。こうすると見えなくなるかな。あ、光る肉が見えなくなりましたね。やっぱね、この設定でね、多分アイテムフェードで見えるのかな。このぐらいでどう。消えたね。あれあれあれ、もっと上げないとダメかな。ちょっと限界までアイテムフェード上げてみましょう。あれ見えませんね。光る肉あったのに、この辺に。オブジェクトフェードかな。よよ、あ、オブジェクトフェードですね。びっくりした。あ、オブジェクトなんだ。アイテムじゃないみたいですね。オブジェクトフェードのようです。なのでアイテムをね探索する方はオブジェクトフェードね絶対上げていただけるといいかなと思います。あ、消えたね。一応最終確認、消えて、今ここにないですよね、緑色のもの。でもオブジェクトフェードを上げると見えると。見えてますね、ここにありますね、はい。まあ、なのでこんな感じですのでね、いろいろオプションいじったりしながら探索していただけるとねいいかなと思います。じゃあお疲れ様でした。サムライ2948でした。一番最後に言った情報結構重要なのでですね、設定間違えないようにしてください。プレステ版の方はね固定かもしれませんが、 PC 版の方は絶対間違えないようにねしていただけるといいかなと思います。両方マックスでいいと思います、はい。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。